あなたを起こして、部屋を出ようとして、まだ夢の中なんでしょうか。以前に起きた島々の落下、あの時、四大天使の権限を契機として、世界は大きく動き出している。その速度は、もはや誰にも止められぬほどだ。彼らの目的は現状をしかねない。だが、このままではおそらく、多くの命が望まぬ結末を迎えることになるだろう。そしてそれは、ルシフェルも望んでいない。あなたは一体誰ですか？メタトロンと名付けられた。ルシファーの遺産、そう呼ばれている。先に権限した黒き者もそう呼ばれていたが、俺はあれの、そう、対の存在のようなもの。あのやべえやつの対の存在だ！神殿が崩壊した際に、我らの封印が解かれたが、俺は覚醒が遅れ、空の底に落ち、肉体を失ってしまった。君たちの近くにいるサンダルフォン、あれのコアを媒介に、かろうじて残留思念を空につなぎ止め、今こうして言葉を伝えている。よくわかんねえけど、幻聴とかじゃねえってことか。俺と黒き者は、かの星の民。ルシファーの手により作られたうつろな存在、そしてそのうつろな魂ゆえ大いなる力を委ねられた。それこそ天使長に迫るほどの。しかし天使長ほどの力を持つということは、この自然界において奇跡のようなもの。黒き者、あれは力を持て余し、結果純粋な破壊衝動のみで行動し、この世のすべてを破壊し尽くすまで果てなく動く失敗作となった。そしてその歯止め役として作られたのが俺だ。あれと同等の力を備えつつ秩序を宿した、よりルシフェルに近い存在というわけだ。それは君たちも見たはずだ、あの白く輝く六枚羽を。新たな天使長サンダルフォン、ルシフェルの近くにいた彼なら役割を果たすに足るはずだ。ルシフェルも死の際でそれを認めた。四大天使を従うことだろう。あんた今やべえ状況なんだろ。そんな時になんでわざわざオイラたちのところに。眩しい。あなたがメタトロンさん。残されたすべての力をここで使い、そして消えるとしよう。おいおい、もちゃそんなって。かつてルシフェルが課した竜の試練、君は見事それを乗り越えた。それは君がこの世界の得意点であることの証左でもある。しかしこの度現れた堕天使ともう一人の男、あれは見覚えがある。ルシファーと同じ星の民だったが、今や人ならざるおぞましい存在だ。この世界に存在するにはあまりにいびつ。あれもまた今や得意点であるかもしれない。世界が追消滅する可能性も考慮するべきだろう。君が動かす世界と奴が動かす世界、それにより生まれる摩擦が何をもたらすのか。黒き者と同じく俺自身、本来は思考という概念を持たない。おの近い未来、漆黒の悪意と闇が世界を覆い尽くす。黒き者の覚醒はその予兆だ。それを阻止するのが俺の役目であり存在理由でもあったが、もはやそれも叶わない。そしてそれをなすにはサンダルフォンだけではなく、得意点である君の力が必要だ。ルシフェルが信じた空の世界の力と可能性、俺も同じく信じよう。ただ改めて今一度事実を更新するため、
ここで代理として試練を与える。痛くして欲しいのか？まだ私にはカプッとしてよ。調子に乗るな。泣け、わめけ、震えろ、嘆け。見せてみろ。信じたその力見せる。走り去った。イエーイ。震えろ、嘆け。走る、走った。皆さん、これに耐えられるような未来は。私たち少し本気を出してついてこれる。滅びを助けよう。時空の彼方に消え失せろ。調子に乗るな。俺はここまでだ。ルシフェル亡き今、君たちとサンダルフォンが闇を裂く剣となるだろう。この空はまだ若い。しかし彼らが愛し、俺が生まれ、我々が生きた世界、愛着もある。だからあとは君に託す。己の宿命について毎夜思いによとは言わない。君はルシフェルに認められた。それはすなわち四大天使をはじめ
我々も君を認めたことと同じ、君が力を欲すれば誰もがその意志に応えてくれることだろう。新たな力を得る契機とならんことを。何を言っている？今ドアを開けたら空が広がっててよ。そしたら銀色の天使が。天使？間抜けな顔をしていると思えばどういうことか聞かせてみろ。メタトロン、そんな名前の天使は記憶にないが寝ぼけているのか？